ろそろ起きたいのに、君と布団が僕を離してくれない。はあ、これで一本電車を逃してしまうことは確実となった。それでもこの僕の腕の中にある得体の知れない小動物に構っていたいと思うのは、僕の圧倒的な弱さから来るものなのか。いや、普通の感覚を持っている男子であれば誰だってそう思うに違いない。彼女がくすぐったそうに小さく笑った。何か温かいもので心が満たされていく感覚。この時間が一生続けばいいのに。とはいえ、現実世界の時間の進行を食い止める術を僕は知らない。朝の時間の進み方は無常だ。彼女をしばらく眺めてから時計を見るとびっくりするぐらい時間が進んでいる。時計が今にもこう言い出しそうだ。おい、さっさと起きて仕事に行け。わかってるよ。僕はもう何年もお前の指示に従って生きてきた。とても優秀で従順な男だっただろう。だから今、この瞬間だけは反旗を翻すよ。たとえこの後ろくに準備の時間を取れなくて、ボサボサの髪で出勤することになっても、駅までの10分の道のりを全力で走って4分に縮めなきゃならないこともわかっている。おろしたてのビジネスシューズには申し訳ないことをしてしまう。でも分かってくれ、君につけることになるその傷は僕の幸せな時間の代償なんだ。彼女がこの部屋に転がり込んできたのは3週間前の日曜日だった。僕はいつものように明日から始まる平日の残酷な世界に備えてエネルギーを備蓄していた。外出を伴う用事は夕方までに終わらせる。例えばスーツをクリーニング屋さんに受け取りに行くとか、ビールを何本か近くの酒屋さんで買ってくるとか。幸い僕には趣味という趣味はない。済ますべき用事というのは自分の身の回りのことくらいだ。帰ってきたら音楽を聴きながら簡単に料理をして気持ちを落ち着かせる。平日のうちに溜め込んだ洗い物や洗濯も一気に済ませる。夜の10時を回る頃にはもうお風呂も済ませ、完全に体の電源をオフにするのだ。よし、完璧だ。世界は全ての秩序をもって進行している。明日からの戦いに向けて僕の部隊は万全の体制が整った。ん？誰だろう？珍しい。平日なら仕事の連絡が絶え間なく入る僕の携帯だが、休日となるとスマートフォンという名前にはもったいないくらい怠け者フォンになる僕の携帯。 LINE のウィンドウを開いてみると、そこにはメッセージが一通。今から会いに行ってもいいですか？しばらくその日本語が理解できない。なぜなら、僕には会いに来てもらわなくちゃいけないような人、つまり恋人と呼べるような人なんていないのだ。差出人は、ああ、一度だけ会社の飲み会で一緒になった子だ。去年入社してきた子で、会社内ではあまり目立たない子だった。一度飲み会の席で僕の隣になったことがあった。その時、初めて業務とは違う内容の会話をした。いや、正確には、
大した会話はしていないけど、なぜだか妙に波長が合うなと思った記憶がある。彼女が入社してきた時期は他の新入社員の子と比べ1ヶ月遅かった。理由はわからないが、うちの会社ではそれが多少のイレギュラーであることは確かだ。入社時期が1ヶ月遅れたせいか、最初の頃は彼女が一人でいる姿をよく見かけた。新入社員のみんなは最初の1ヶ月で研修や歓迎会などに参加していたために、すでに仲良しグループができていたのだ。彼女はそれに乗り遅れた孤独なセーラーだった。そんな彼女と初めて会話らしい会話をしたのが、3ヶ月前の我が部署の新年会だった。新年会はワインが美味しい、こじんまりとしたいつものお店で開かれた。机や椅子を寄せて詰めれば、30人くらいは楽に入るこの店の広さは、うちの部署の規模にはちょうどいい。サラダやアヒージョが美味しく、お肉のレパートリーも豊富で、会社の助手受けがいいことから、幹事役の僕の同居はいつもこの店を選ぶ。僕は飲み会自体は嫌いではない。正確にはその場に流れる空気の変化が好きなんだと思う。最初はみんなが外からまとってくる外気の影響もあったか、どことなくシャープさを感じる飲み会の空気、それが1時間も経つ頃には自然とトロッと丸みを帯びてくる。それがほろ酔いというものなのだろうか。人気の上司やイケメンや綺麗な女子たちのような部署の中でも中核となるメンバーたちは、この時間になると自然と真ん中のテーブルに集まってくる。僕はというと、もちろん外野だ。彼らのような眩しい光を放つ恒星の周りを回る名もなき惑星。遠くの方から一人で天体観測を楽しむのも悪くない。うちの会社のいいところは、そういう外野にいる人のことを蔑んだり哀れんだりしないところだ。みんなそれぞれの場所で、それぞれの時間を楽しめばいい。そういう空気がある。だから僕はこの会社の飲み会は嫌いじゃない。そうやって一人の時間を独自の方法で楽しんでいると、向こうのテーブルから彼女がゆっくりこちらに向かって歩いてきた。手にはワイングラス。孤独なセーラーはどうやらなかなかの酒飲みらしい。トイレにでも行くのかなと思って、さして気にも留めなかったのだが、突然、横、いいですか?と聞いてきたので、え?ああ、と、先輩の癖して動揺してしまった。仕方ないだろう。こんな奇襲攻撃は卑怯だ。こうして、仕事場以外で初めて彼女との時間が生まれた。こういう場合、大体は向こうから話しかけてくるのが定石だ。〇〇の案件は大変でしたね、とか、〇〇さんって休日は何をされてるんですか、とか。ところが、彼女は何も話しかけては来なかった。少し酔っているのか、柔らかい顔つきで、ちびちびとワインを飲む。僕は自分から積極的に話しかける方ではないし、沈黙にも耐えられるタイプだ。まして、この戦闘配置は彼女の方から仕掛けてきたものだ。迂闊に動いてしまっては敵の思うツボだ。どのくらいの時間が過ぎただろうか。はじめこそ構えてしまったけど、彼女は一向に話しかけてくる気配もないし、彼女の方が僕に何も求めていないんだと分かってからは、急にこの空間が心地よいものへと変わった。遠くの方でワイワイと
明るい光を放っている恒星たちを観測するよりも心地よい。ごく身近に暖かい衛星が僕のそばにいる気がしたからだ。結果的に最初に口を開いたのは彼女の方からだった。手にしているワインを見ながら、話しかけているのか独り言なのかよくわからないくらいぽつりと。キリストは最後の晩餐で、自分はブドウの木であり11人の弟子たちは枝であるという教えを説いてるんですけど、もともとキリストはパンは我が肉、ワインは我が血と言ってるんですよ。それで自分をブドウの木に例えるなら、それを切った時にワインの血が流れるっていうのは直感的にわかるし、ユーモアがある表現だなって思うんですけど、パンは我が肉っていうところがわからないんですよね。全く予想だにしない角度から入ってきたので、僕は、キリストはパンが好きだったんだと思うよと答えてしまった。我ながらこれ以上ないほど最低最悪で幼稚な回答をしてしまった。しかし彼女の反応はまた予想を裏切った。真顔でしばらく僕の顔を見つめてから、その後小さく笑った。そしてその笑いはこちらがつられて笑ってしまうくらい長く続いた。二人でひとしきり笑った後、彼女は、ありがとうございました、パンの人、と僕に言ってその場を去ってしまった。何だったんだ、彼女の去り際に見せた笑顔は、今まさにこのベッドの中で見ている笑顔そのものだ。新年会で彼女と一緒にいた時間は、実際にはトータルで10分にも満たない時間だったのかもしれないが、僕は不思議なくらい長く感じた。アインシュタインの相対性理論、重力が強いものの周りでは時間が遅く流れるというのは本当だったんだ。彼女という重力に僕が沈んでいった結果なのかもしれない。その新年会が終わってからというもの、僕はあの不思議な時間を反芻する余裕もなく、日々の業務に押し流されていった。新年の波というのはそれくらい激しいものなのだ。彼女と会社ですれ違っても、以前と何も変わらない関係がそこにはあった。少し変わった出来事といえば、2月の初め、仕事の流れで彼女と話すことがあったとき、彼女の方からこんな提案を受けたのだ。LINE 交換しませんか？その方が何かあったとき連絡取りやすいですから。ね、パンの先輩。パンの先輩って、ああ、まるでなかったかのようになっていたあの日の出来事だったが、彼女は覚えてくれていた。パンの先輩っていうのは少しおかしいと思うが、それでもなんだか嬉しかった。随分と前置きが長くなってしまったが、そんな彼女から突然 LINE が入ってきたのだ。連絡先を交換してから2ヶ月以上、一度たりとも連絡をよこさなかった彼女からの記念すべき第1通目のメッセージが、今から会いに行ってもいいですか？これは、どういうことだろう。新年会での一件があるので、僕は彼女に対して興味こそあるが、謎な人物であるという念を深めていた。
少し風変わりなところがあるのは会社の人間の間では一致した見解だが、かといって人間としておかしいとか非常識だとかは思ったことはない。現に仕事は問題なくこなしているし、他の新入社員のみんなよりも頭一つ抜きん出ているところもある。確かに必要以上にコミュニケーションを取らないタイプではある。なので会社内では男子が寄りつく対象にはならないらしい。そんな彼女から謎の連絡。相変わらず彼女は奇襲攻撃の名手だな。そんな相手に対してどうしたのと聞くのも味気ない。そこで僕は第1通目のメッセージへの返信に、自分が住んでいる最寄りの駅である小田急線祖師ヶ谷大蔵南口とだけ書いて返信してみた。どうだ、びっくりしただろう。これで彼女がどう返信してくるのか見ものだなと思ったが、あっさりと11時30分に着きますとだけ帰ってきた。なんだろう、一通目のメッセージをもらった時に感じた限りなく夢に近い現実が、二通目の着信によって一気にこの世のものへと変わった気がした。その時間に迎えに行くとだけ返信し、僕は少し散らかった部屋を片付けることにした。4月にしては極端に寒い日だった。そんな日に彼女は僕の住む町に現れた。時間通りに現れた彼女を見て僕は少しだけ驚いた。いつも職場で見ている彼女と随分と雰囲気が違ったからだ。私服だったというのもあるけど、それだけじゃない。もともと化粧っ気はないが、この時は特に顔が青白く髪も少し乱れていた。いろいろと聞きたいことがあったが、彼女と改札で会って一番最初に僕の口から出たのは、どうしてそんなに薄着なの？だった。彼女はコートもジャケットも着ていなかった。僕の問いに彼女はうつむいたまま何も答えようとしなかった。後々考えると我ながらスマートな行動だったと思うのだが、その時はなぜだか自然と体が反応した。自分の着ていたコートを脱いで彼女をくるんであげたのだ。すると彼女は顔を上げて、ありがとうと小さく言った。このまま駅で立っていても仕方ないから、僕は自分の家の方へ向かって歩き出した。彼女は僕の少し後ろを歩いてついてきた。まるで地球の周りを回る月のように。部屋に着くと真っ先に暖房を入れて部屋を温めた。何か飲む？コーヒーかココアならあるけど、あとホットワインも作れるかも。と聞くと彼女は、コーヒーくださいと言った。エアコンとコーヒーでだいぶ体が温まったのか、少しだけ彼女の顔にも生気がよみがえってきた。それで何から話せばいいんだろうかと思案していると、彼女が、パンの先輩、
スタバの店員さんのエプロンに種類があるって知ってました？え？突然始まる彼女の会話の話題にいつも面食らってしまう。なるほど。前はワインを飲みながら、今はコーヒーを飲みながら。だからその話題か。スタバって緑のイメージがありますよね。店員さんも緑のエプロンしている人が多いんですけど、中には黒のエプロンしている人もいるんですよ。ああ、確かに言われてみると、緑じゃないエプロンしている人を見かけたことがある気がするな。あんまりそういうのを意識しないですよね。けど、あれって実は意味があるんですよ。緑のエプロンはスタバの店員になると、まず身につけるエプロンなんです。緑色にはリラックス効果があるって言われてて、スタバはカフェ全体をリラックスできる雰囲気にするために、ロゴマークからエプロンにまで緑色を使ってるんです。へえ、そうなんだ。黒いエプロンをしている人たちは、ブラックエプロンバリスタって呼ばれてるんですけど、試験にクリアしないとつけられないんです。コーヒーの知識に関する筆記試験で、毎回受験者の 10% くらいしか合格できないんですよ。ちなみに、私学生時代ずっと働いてたんです。スタバで。え？そうなの？はい。京都に鴨川って川があるんですけど、そのほとりにスタバがあって、そこで4年間働いていました。あれ？出身関西だったんだ。生まれはまた別ですけど、大学が京都だったので。それで、実は私、ブラックエプロンバリスタだったんですよ。へえ、すごいね。ちょっと意外だな。意外どころか、こんな短い時間にいろんな情報が出てきてびっくりしているくらいだ。それからもう一つ、茶色のエプロンがあるんです。このエプロンはアンバサダーエプロンって呼ばれてて、ブラックエプロンバリスタの中から選ばれた16人が集まるアンバサダーカップで優勝した人しかもらえないんです。これまで大学生のバイトの子が優勝したことがあるらしくて、それで私も狙ってたんですけど、途中で諦めちゃいました。なるほど。彼女が優秀なのは社会人になってからじゃなかったらしい。でも、優秀って言葉で片付けてしまうのは失礼なことなのかもしれない。彼女はきっとたくさん努力してきたんだろうから。話の着地点はどこだろうと思いながら彼女の話を聞いていたのだが、彼女はそこで、普段意識していないものの中には、実は意味があるものって意外とたくさんあるんです。そう言って、彼女はベッドにもたれながら目を閉じた。僕は彼女が最後に言った言葉を頭の中で反芻してみる。普段意識していないものの中には、実は意味があるものって意外とたくさんあるか。そうなのかもしれないね。と答えると、彼女はそれには答えなかった。そろそろ本題に入ろうかと思って、彼女の方を見やると、どうやら彼女はそのまま眠ってしまったらしい。駅で会った時から随分と消耗しているようだったから、温まって眠たくなってしまったのかもしれないな。結局彼女がどうして今日ここに来たのか、その理由を知ることはできなかった。そのままそこに寝かせておくこともできたが、明日もお互い仕事があるし、少しでも体が休まるようにと、彼女をベッドの上に移動させて布団をかけてやる。
どうしたものか。少しだけ彼女の顔を眺める。まるで少女だな。さすがに自分もこのまま布団に入って一緒に眠るというのは、都合が良すぎるよな。そう思ってベッドを離れようとすると、彼女が僕の腕を掴んだ。え？一緒に寝るってこと？そう聞くと彼女はそれにうなずいて答えた。そして彼女はそれっきり何も話さず、小さな寝息を立てて眠りについた。はあ、僕の平穏な日曜日の夜はこうして予想だにしない結末を迎えたのだ。朝目覚めると彼女はベッドの下に座って僕を眺めていた。それに気づいて起きようとする僕を制して、ありがとうございました、そう言って彼女は部屋を出て行った。何だったんだろう。薄ぼんやりと明るくなりつつある空を窓越しに見ながら、昨夜起こった不思議な出来事を思い返してみる。やっぱり夢だったのかもしれないな。いつもより2時間以上も早く起きて、ゆっくりコーヒーを飲みながら朝の出勤に備える。改めて僕は現実に帰らなければいけない。そう思っていた矢先、僕をさらに驚かせたのは、この日の夜も彼女は僕の部屋に来たのだ。昨日とは打って変わってワインやチーズなんかの食材も買い込んできた。どうやら僕の非日常はまだ終わっていなかったらしい。それからというもの、彼女は僕の部屋に居座り続けた。僕が彼女に好きなだけいていいよと言ったからかもしれないが、それでも彼女の方から、もうしばらくいてもいいですかとか、何日には出ていきますとか、そういった提案はなかった。出社の時間はバラバラだった。総合職である僕の出社時間は彼女のそれよりも1時間早い。帰宅の時間も僕の方が遅い。なので会社の連中には何も悟られることなく、僕たちは毎日同じマンションに帰って、そこから同じ職場に出社した。毎晩一緒にご飯を食べて一緒に眠る。休日には少しだけ一緒に出かけたりもした。その間彼女はずっと僕の周りから離れようとはしなかった。職場にいる時間を除いて四六時中僕のそばにいた。君はやっぱり僕の衛星だなと彼女に言ってみたことがあるが、帰ってきた言葉は、地球からは月の裏側って見えないのよ。月は地球に対してずっと同じ面しか向けていないんだから、と斜め上の回答が返ってきた。確かにずっとそばにいるのに、僕は彼女のほんの一部しか知らない。彼女との時間は退屈のそれとは真反対に位置するものだった。彼女の話す内容はいつも僕の想像とはまるで違う角度から切り込んできた。中には本当に頭の中にハテナが浮かぶものもあるが、かといって物事の核心をつくような意見を添えてきたりするもんだから、僕もうかつに彼女の話を聞き流せはしない。時折悟りを感じる瞬間もあったが、
それはきっと僕の考えすぎなんだろうなと思った。彼女はよく笑うようになった。そして僕を試すような小さないたずらを仕掛けるようにもなった。その一つが朝起きるときに僕を掴んで離さないのだ。出社しなきゃいけないことを分かっていてわざと引き止めてるんだ。僕が困るのを見て楽しんでいる。そんな時の彼女の笑顔が一番可愛らしい。不覚にも僕はこの瞬間彼女を愛おしいと思ってしまうのだ。彼女が僕の部屋に来てからあっという間に3週間が過ぎた。相対性理論の言う重力が強いものの周りでは時間が遅く流れる。時間の流れはいつも一定だという当たり前の認識がとても頼りないものに思えてくる。楽しい時間は過ぎるのが早いと感じてしまうが、それはいつもより少しだけ重力を回避できる特殊なトランス状態にあるのかもしれない。その点においては、僕はまるで無重力状態になってしまったかのようだ。彼女との時間は、暴力的とも言えるほどのスピードで過ぎていった。そして、5月1日、朝目覚めると、いつも僕が隣に感じていたぬくもりがなくなっていた。彼女は理由の一つも言わず、突然この部屋を出て行った。LINE をしてみたが、既読にもならない。無限のように長く感じられたゴールデンウィークが明けて、ようやく会社に出社したが、彼女の姿はそこにもなかった。上司に聞いてみると、彼女はもう2ヶ月以上も前に辞表を出していたというのだ。なんてことだ。彼女は自分がこの環境から消えてしまうことを、最初から分かっていたのだ。それを分かっていて僕のところに来たのか。今はそれを確かめる術もない。この3週間の間に唯一彼女と行った場所がこの公園だった。僕はこの公園が好きじゃなかった。この公園はいつも空っぽだなと感じてしまうからだ。人がいないとか、遊具がないとか、花がないとか、そういう意味じゃない。ここに来ると、自分の心が空っぽなんだということを感じてしまうからだ。そんな場所を、彼女は好んだ。僕が他のところに行こうと言っても、彼女はこの公園を選んだ。一体何があるというのか。特に何もないんだ。その何もないというところに、彼女は魅力を感じたようだ。特にこの階段が彼女のお気に入りだ。ここに座って、持ってきたコーヒーとあんまんを食べるのが彼女のお気に入りの時間。ちなみに、あんまんは僕がおすすめしたものだが、彼女のお気に入りに選んでもらえて嬉しかった。そう。嬉しかった。
嬉しいという気持ちが僕の心にじわっと湧いてくる。この公園で僕が一度も感じたことがない感情、彼女が行きそうな場所を僕は知らない。彼女が行きそうなところを僕は知らない。彼女の生まれも彼女のこれからも彼女の心も僕は知らない。知っているのは、僕が彼女を失ったという事実だ。僕の小さな衛星は跡形もなく一瞬で消えてなくなってしまった。僕の重力では彼女をつなぎ止めておくことができなかったのだ。それでも彼女の姿の残影は、彼女が僕の周りを回っていたぬくもりは、僕の記憶の中で生き続けている。それを頼りに僕は生きていこう。夜空を見上げると、今日も小さくて可愛らしい月が揺らめいていた。